ラポス、大阪五十山。パオ。時刻は8時50分になっております。今日はこちらから大阪五十山三段重走予定です。詳細はこちら龍二さんからお願いします。いらんねやろ。ポンポン山は行きます。どっからですかね。和歌山釈迦岳。ポンポン山。以上三段重走20キロほどの予定ですね、はい、それでは今日も暑くなりそうですが元気に行ってみよう。おう。和歌山です。草冠の方です。これ通り抜けできへん。はい、行きたい方向にちょっと行けなさそうなんで。なんか工事開発中やから通せんもしてあんねんなんかね、うん。戻ります。何年か後かにはどうなってんのかね、これ、いざ、9時29分、はい、3.5 キロ、登山開始です。はい、太鼓堂コース、はい、太鼓さんが通ったら通ってへんやらっていう通ったやもしれん。あの天王山の戦いの時に通ったかも分からへんっていう道らしい。山っぽくなってきたね。山やっちゅうねて山っぽいね。まああの街中から数分でこんなとこに来れるっていうのはすごくいいことやね。すごい街になってるからね。セミが鳴いてると。セミに敏感なリュウちゃん。結構急やな。金龍寺跡、9時、9時56分、はい、まもなく5キロですね、はい。まあ、駅から我々ちょっとうろちょろしたんでストレートに来たらもうちょっと近いかもしれない、はいはい。あと和歌山神社まで 3.4 キロです。はい、意外としんどい。マイペースマイペース。これ鈴鹿ちゃんハット色違い買いました。あまりにベージュ気に入ったんでこれね色違いで買いました。いやこれよりも安くてかっこいい帽子なんて世の中5万とあるんですが。これやっぱりねいいよ。機能性は私これがピカイチだと思ってるよ。えらい気に入ったんな。はい、あの洗い替えが欲しくてね土日続けていく時とかに備えてね。買っちゃいました。低山恐るべしやな。蒸し暑いね。今日もしんどいわ。これは低山というよりか我々の体力が落ちとんのか。山歩きの頻度が減ってるからね。ああ。
それとも暑さのせいか。まあ、とにかくいつもしんどい。年のせいちゃうか。年のせいか。どうかか。まだ2年あるやと。お姉に出たっぽいねこれ。ああ、そうだね。ああ、ワクチン。よかった。うん、時刻は10時27分、距離は 6.6 キロ。ここにね、丁寧に書いてあるんですわ。龍王山とはちょっとちゃうな。じゃーん、三島三角点五十山、和歌山登頂 315.2m です。これは分かりやすいね。これは分かりやすい。ちょっと展望はありませんがね、やりました、登頂しました。すごいナイス休憩スポットです。この辺がいいかな。はい、あ、かわいそう。いっぱいベンチありますよ。ほんまや。はい、ゴルフ場に出てきました。結構今日はゴルフ日和ですね。暑いのに。下りでしたね。下りで来ました。ここまで時刻は11時23分、距離は 9.4 キロです。はい、じゃん、神社に到着しました。はい。こちらです、立派な神社です。あー、なんか秋っぽい風景になってきたね。気温は高いけどやっぱ桜の木とかはえらいもんやね。うん、ちょっと色づいて。岡山神社です。はい、今日は純吉弁当です。弁当オープン。ここに箸がジーン。なんと、うん、久々手作り稲荷弁当です。こういうところで食べる方が美味しいな。アホな。はい、お願いします。11時46分、まもなく10キロですね。はい、お昼ご飯をそちらでいただいて再スタートです。神社から少し進むとトイレがあります。川だらけやな。あ、そう、うん、いや、やっぱりね、この頭にまとわりつくのが多かったからさ、帽子と焼けるのってビバやわ。やっぱ長ズボンやな。降りてきました。はい、カーすごいです。やぶかが。待て待て。ふう。では。乙女の滝。ここですね。ここが最もよく見えるポイントではないでしょうか。そうでもなかったです。うん、しなやかな感じね。純吉さん、学校はどうですか。学校ね、若い子に混じって先生と思われてるんちゃう。いや、思わ
まれんわ。純吉先生。いやいや、そんなこと思われないですよ。大丈夫大丈夫。あの、私よりお年めした方もいらっしゃいますからね。いや、ほんとほんと。いや、すごく楽しい。やっぱりね、思い切って行ってよかったなと思います。学習内容もさることながら、みんなほんとね、いい子でね。うん。ああ、こんな性格になれたらいいな、私も見習いたいなって思う、なんか人間関係のね、あの楽しさっていうのを久しぶりに味わってます。仕事やとやっぱり近くのデスクの数人としか関わらへんけど、やっぱいっぱいいるからね、いろんな人が楽しい。うん、それはよかった。自分の意図しないところでいろんな学びもあってね、本当ね、いい時間を過ごさせてもらってます。栄養士とは別に独学で調理師の資格を取られたらしいですね。おめでとうございます。ありがとうございます。令和2年度調理師試験、あの無事学科合格しまして、免許をいただくことができました。お店開くんですか？いや、お店は開きません。ユンチキッチン開店。いや、やっぱりね、あの実際に使うかどうかは分かんないけども、それを取るのに必要なやっぱり勉強っていうのを幅広くしてみたかったんですよ。やっぱね、栄養士とつながるところもあって、すごくね勉強になりました。うん、おー、いいね、冷たい。まだまだ歩けるね。はい、えらいとこに入ってきてしまいました。倒木が多くってね、本来のルートがちょっとなかなかね見えづらいね。来たらあかんかったんかな、ここ。なんかそんな気がしないでもない。人にはおすすめは全くない。これは通行止めやったのかもわかりません。通行止めの看板がありましたが、車だけのことなんかなと思って通ってきました。釈迦岳ポンポン山を目指しておりましたが、あまりにも道が荒れてるんで、ちょっと怖くなり引き返しております。おお、怖い。いや、怖いというか、あの倒木が多すぎて、あの先は不可能やね。行かれへんやろ。13時32分にやっております、はい、距離は 14.1 キロです、うん、現在地はこちら。おかしいな、うん、我々はここぐらいまで行って、大変倒木が多く通れないことに気づき引き返してまいりました。正直ここまで無事帰ってこれて本当に安堵しております。私、足が横にスライドしたところに丸太がありまして、激しく脇腹を打ちつけ、もう悶絶しました。とにかく足場が悪かったです。龍二さんの靴はまあこんな感じの、まあちょっと大丈夫、上がってこれるみたいなシーンもありました。ちょっと顔もなんか泥だらけですね。顔泥だらけですわ。もう倒木の下をくぐったり、ちょっと斜面を登ったりしたもんなんで、もうね、いやー、ここは、ポンポン山まで本来は抜けれるルートなんですが、おそらくそんなすぐには復旧でされないと思うので、このルートで縦走されようと思ってる方はちょっとやめた方がいいんじゃないかなと思われます。はい、無事帰ってこれて安堵しております。はい、9。泥だらけなので、全身洗っております。いえ、冷たいですか？ちなみに靴はゴアテックスなので当分乾きません。もうお構いなしであります。とても還暦前の人間のすることとは思えません。
足元気つけてや。はい。